皆さんこんばんは、みさです。1年間で私が一番好きな秋がやってまいりました。食べ物もそうなんだけど、こう出てくるコスメのカラーが私的に一番好きな時期なんですけど、ということでね、今回はプチプラなんだけど、秋に向けて出たコスメがめちゃくちゃ可愛いのが多かったんで、いろいろね、私は気になったものを集めてみたので、そちらを紹介していこうと思います。ちなみに今日の使ってるメイクのものはほぼほぼ今回ね紹介していくものとかを使ってメイクしてるんですけど、それはまたね後日あげようかなと思ってるので、今日はその買ったものをまずは紹介していこうと思います。まず1個目なんだけど、このねアイシャドウから紹介していきたいと思います。で、使ったアイシャドウがこちらです。キャンメイクのパーフェクトスタイリストアイズ18番ビタースイートメモリーっていうもので780円ですね。私パーフェクトマルチアイズっていうマットのねタイプのものがすごく好きで使ってたんですけど、パーフェクトスタイリストアイズのシリーズだと久々に私がめちゃくちゃ欲しいなって思うカラーがね今回出てたので、思わず買っちゃいました。ここら辺りの色とかものせるとすごく結構濃いめに出ちゃうので、まあのせる量とかのね調節が必要なんですけど、おいおい動画でやっていこうかなと思うんですけど、まあすごく可愛かったんで買ってみました。結構ね人気みたいですね。はい、っていうものが1つ目です。こういうちょっとね赤っぽいというかボルドーっぽい感じってすごい秋っぽいですよね。続いて同じくキャンメイクなんですけど、こちらじゃん、キャンメイクのクリームチーク16番アーモンドテラコッタってもので、これはね9月1日に発売されたものかなと思うんですけど、こちら580円ですね。でキャンメイクのクリームチークとティントジェルみたいな感じでね2種類あると思うんですけど、私はこっちの方がすごくサラサラで好き。もう色がすごいいいですよね。今日使ってるチークはこれじゃないんですけど、色味がすごく今年っぽいというか、ちょっとねブラウンっぽいカラーが入った色味のものがね今年はすごく流行ってて、いろいろ出てるかなと思うんですけど、そういうタイプのものですね。なんか夏場ってパウダーのチークのものを選びがちなんですけど、冬場になるとクリームチークとかをまた結構使ったりもするので、これもねすごくお気に入りで使っているものです。3つ目がこちらです。じゃーん、これはちょっと前に出たやつなんですけど、これもねキャンメイクで、キャンメイクハイライターの6番のピーチっていうやつなんですけど、パッと見た時の色味がすごくいいんじゃないかなと思って、はいちょっと待って、壊れた、最悪、直す。はい、治った。肌なじみの良さそうなハイライトだったんで買ってみました。この後にも紹介するんだけどね、セザンヌからも今回ハイライトがね出たと思うんですけど、2つ塗り比べた時に結構色の違いがねあるかなと思うんですけど、こっちの上がねキャンメイクのやつで、下がセザンヌなんですけど、まあ、違いとしてはなんか白っぽい、もうちょっとこうなじみのいいカラーっていうところはねまず違うところだったんだけど、あとはのせた時にキャンメイクの方がちょっとラメっていうのが入ってるかなっていう感じで、セザンヌはパールっていう感じなので、なんか使い心地としてはセザンヌのやつの方が良かったなと思うんですけど、結構白っぽい、本当にパールっぽいこういう色なんで、セザンヌでこのキャンメイクの色味とかが出てくれたらすごい使いやすいかなっていう風には思ったんで、なんか新色で新しくもうワントーン肌なじみのいいカラーとか出てくれたら是非使いたいなと思っていました。まあ、今ねこっちを紹介していながらこっちを紹介することになっちゃったんですけど、このセザンヌのパールグローハイライト1番のシャンパンベージュっていう、今ねそれのせてるんですけど、結構透明感が出るというかいい感じだったので、これも好きなんですけど新しいカラー出てくれないかなっていうのを密かに今から願ってる感じですね。てなわけで、じゃあ続いてセザンヌいきたいと思います。でこちらもすごく人気ですよね。じゃーん、セザンヌのナチュラルチーク N16 番っていうものなんですけど、こんな感じの色ですね。秋っぽい感じのカラーになってます。今日使ってるチークはそれなんですけど、すごいね発色もいいし秋っぽいカラーです。なんといってもやっぱりいつもね値段調べてるとびっくりしちゃうのが、このセザンヌのチークがですね、なんと360円なんですね。カシスロールって結構売り切れてたりすることも多いぐらい人気なカラーかと思うんですけど、まあなんといってもお安いし、しっかり色も出るし可愛い色なので、特に流行りの色とか普段もしかしたら使わないかもっていうカラーでも360円だったら買ってもいいかなって思わせてくれるチークなんで、これはすごいいい感じで今日も使ってますということで、はい、可愛いですね。これも買ってよかったです。キャンメのクリームチークとこのセザンヌのチークを最近よく使ってます。でこちらじゃーん、この前の動画にも登場したんですけど二重強調ライナー、これも今年の7月10日に出たものになるんですけど、まあこれは使い方がすごい面白いよね。本来はこの二重強調するためにここに足したりとかしてねみたいな感じで出たみたいなんですけど、まあこの涙袋を作るにも使えたりとか、なんか程よい色味でそこまで、まあ色は結構つくんだけど程よくねこういい色味具合っていうのかなでついてくれるので、まあそういう風に整形メイクというか強調したい時にはすごい使いやすかったので、気になって買ってね実際に使ってみてああいう風にできるので、もし気になった人がいたら是非やってみてください。ここからはねリップになるんだけど、セザンヌから出てるリップ2種類がすごい人気だしめっちゃいいカラーでした。それがこちらです。じゃん。これはラスティンググロスリップの101ブラウン系。でこっちがカラーティントリップの CT4 ブラウン系丸読みってやつです。で今までのシリーズだとティントじゃなかったんだけど、このシリーズからティントになったらしいのこのセザンヌ。ちょっとね今つけてるリップ違うんだけど渡して塗ってみると下塗ります。こんな感じ。あーうまってしちゃった。今年流行ってるブラウン系のカラーですごい可愛いです。まあ何度か塗ってるとしっかり色味つくけど、まあ、これだともうちょっと薄めというか薄付きっていう感じだった。見た感じだともっとがっつりつくのかなと思ったらちょっと薄付きな感じでつくので調整ができる感じでした。でこっちのカラーティントリップっていう方は同じような色味なんだけどもっと色味がしっかりつく感じ。色の感じはほとんど一緒なんだけど一塗りでより色がつくのはこっちかなっていう感じ。ロレアルとかのねリップのこういうグロスのやつすごい感じが似てるなっていう風に思いました。ほんと好き好きだと思う。480円の600円とかでめちゃくちゃ安かったんで本当に買ってよかったなと思うリップです。これこういう色味大好きです。まあ、オレンジっぽいメイクにも合うしシャドウこういう感じで合わせても合うしすごい一気に秋っぽくなってくれるしお安いし本当人気でした。 Amazon とかで見たらこれ1500円ぐらいの値段になってたんで3倍とかもっとそれよりも高く売ってたりもするので見つけたらねゲットしてみたらいいかもしれないです。はーい。で次久々に買ったんだけどケイトで気になるものを買ってみました。まずはシャドウから紹介したいと思います。こちら久しぶりにこういうねパレットというかこういう風になってるものを買ったんですけど、ケイトのヴィンテージモードアイズの BR の1番手カラーです。なんか見た時に一目惚れして買ったんですけどこういうカラーです。このオレンジっぽいくすんだオレンジがめちゃくちゃねいい色なの。しかも結構粉飛びしない感じでしっかりついてくれるので良かったです。最近ケイトなんか別に理由があるってわけじゃなくてあんまり買ってなかったんですけどこのオレンジっぽい色がめちゃくちゃ良かったんでこれも使ってこうかなと思います。なんか今年流行ったオレンジってなんかビビッドなオレンジっていう感じが流行ったというよりはこういうくすんだオレンジが夏場からも結構流行ってたというか、まあ、使ってた感じだったんで、まあ、冬になってこのオレンジっぽいカラーを使っても全然変じゃないし結構長い間まだまだ冬場もね使えそうなオレンジなのですごくいいかなと思って一目惚れで買いました。こちらですね。で続いて買ったのがこちらじゃーん。ケイトのフィットジェルグリッターの RD1 番と BR1 番ってカラーですね。ちょっと湿った質感っていうのかなカラーポップみたいなそういう感じ。しっかりのせるとこれぐらい出るんだけど結構これつけてビッてやった感じなんでぼかしていくと案外そんなに色味は出ないので、まあ、ふんわりのせたければこうぼかせばふんわりになるししっかりのせた方は結構のせればっていう感じでした。まあ、でも割とね安易に実際にのせてみたら結構薄付きかなっていう感じのアイテムでしたね。ラメ感を出したいっていう時にはいいかなと思った。まあでもケイトのアイシャドウだったらこれまあ良かったかなとは思うんだけどこっちの方が私は質感とか色の出具合的にも好きだったかなっていうのはあります。限定で出てんのかな、なんかハロウィンっぽい仕様みたいになってるの。まあ見た目はすごい可愛い感じですよね。うん、まあそんな感じ。結構薄付きののりしっかり色が出るっていうそういう感じでした。で次リップで、今年はねプチプラのコスメ何にフォーカスしてたかっていうと、すごいリップがいっぱいカラーが出た年だったんじゃないのかなっていう話をこの前してて、まあそんな感じで、まあ、リップなんですけどこちらです。じゃん、これね細いタイプ大好きなんですけど2色買いました。ディメンショナルルージュっていうやつの RD の1番と2番です。で色味はねこんな感じ、 RD1、RD2、こっちの方がちょっとなんかプラムというかそういう感じで、こっちが赤っぽいんですよね。一番最初の冒頭の時のリップはこっちです。まあこれは本当にリップクリームに色がついてるみたいな感じだから、すっごい発色がめちゃくちゃいいというよりは結構ナチュラルな感じ。ティント系のってこうずっと使ってるとやっぱり唇がちょっと荒れてきちゃったりとかそういう時あると思うんですけど、まあそういう時はこういうリップクリームに近いっていうのかな、リップクリームではないけどこうさらっと塗って使えるタイプのものとかをあえて使ったりすることも結構多いかなというか、まあ、時期的にもなんですけどっていう感じです。でこの細い感じがすごくこう形描きやすいので、上唇のこことかだからすごい好きで買ってみました。なんか本当にね秋のコスメって好きな色ばっかでめっちゃ嬉しいですね。次なんですけど、次はねマックのブローセットビガイルが好きでずっと使ってたんですけど、それよりももうちょっとプチプラで似たような感じのものを見つけたので買ってみたんですけど、それがこちらです。風味マルチマスカラのナチュラルブラウンとレッドブラウンというものなんですけど、なんか眉毛のカラーのものってすごい増えたなって、多分2017年美生理生のこのアイブロウパウダーが出たぐらいの年って、すごい眉毛のもっとカラーものがすごいカーキとか赤とか黄色とかいろいろ出た時期だなと思ったんですけど、眉毛マスカラもねこうやってちょっと種類があるといつもと少しだけ雰囲気変えるのにいいかなと思って買ってみました。でなんかちょっと今日はあえてナチュラルブラウンじゃなくてこのレッドブラウンの方を使ってみたんですけど、まあちょっと髪の毛的には多分ナチュラルブラウンなんですけど、なんかメイクに合わせてちょっと赤っぽいのも入れてみようかなと思って使ったりすると、ちょっといつもより雰囲気違ったりっていう風にもなったりするので面白いなと思って使ってます。でこれ1500円ぐらいだったかな。でなんか私最近眉毛マスカラで好きなものがちょっとラメが入ってるタイプのものだとなんか綺麗になじむというか、なんかそういう感じがするんで好きなんですけど、これもちょっとねラメが入ってるタイプになるのでビガイルも好きなんですけど、これも結構良かったかなと思います。であとこちらじゃーん、メイベリンのラッシュにしたオイルシャツのブラウンブラック入ってました。私このマスカラ大好きなんですけど出たのねブラウン、はい。で結構今年ってシャドウがすっごい可愛いの多くて、結構色を濃いめに使ってねマスカラもバッチリ入れるとちょっときつすぎてほんと近寄れないんですけどみたいな顔になってたかもしれないから、まあブラウン目のマスカラとかボルドー系のマスカラってこう秋になるとなんか使いたくなるじゃないですか。みんなはわかんないけど私はすごい使いたくなるんだけど、そこでねブラウン出てくれたので私このブラウンタイプを結構最近使ったりもしてます。久々にやっぱりこれに戻ってくるとまたこれいいなっていう感じになって結構頻繁に最近使ってます。ブラウンね、はい、いい感じです。で次が最後なんですけど、こちらじゃーん、美生アーバンのねリップスティック004です。でこの色めっちゃ可愛いの、はい、こういう本当にブラウン味の強いカラーで、まあ、実際に顔に塗るとかなりねダーク味が強くなっちゃうんですけど、今年っぽい、すごく。怖い人がいる。画面の向こう側に怖い人がいるっていう感じだと思う。うん。すごい可愛い色なんですけど、結構、私この顔の人を前から歩いてきたらちょっと、すっごいきつそうって多分思う。うん。すごい怖そう、とりあえず最初は敬語で話しかけようってすごい思うと思うっていう顔にはなるんだけど、個人的にはこういうカラーすごく好き。でもやっぱり可愛いなって私が思う色って結構きつく見えるというかがっつりした色なので、のせ方とかもあると思うんですけど、こんぐらいのねリップちょっときついので、まあ、すっごい可愛いし私個人的には全然使うんだけど、これよりかはちょっとブラウン味が抑えられているセザンヌとかの方がもうちょっとマイルドに見えるかなっていう感じあります。でも絶対画面の向こう側のみんなこのリップ好きな人絶対いっぱいいるよね。私はこれすっごい好き。私はそっちも使っていきたいと思います。キランキラン。はい、というわけでやっぱりね、色味が大好き。秋のコスメの色味が1年で一番大好きということで、なんか買ってみて、全部今回紹介したのはまあ一番高いので、あれかな、あれマスカラ、アイブロウマスカラかと思うんですけど、まあ2000円以下で全部ね今回はお買い物をしてきたかなと思うんですけど、秋コスメ本当にプチプラも可愛いの多くて大満足だなっていう感じだったので、もうすでにね結構人気で売り切れてるものもたくさんあるかなと思うんですけど、もし見つけたら是非ゲットしてみてください。というわけで今日はそういう動画でした。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。